ちは、背番号3番の笠松亮太です。今回は自宅でできるトレーニングとして、ペットボトルを使った腹筋のトレーニングをやっていきたいと思います。ポイントとしては反動をつけずにゆっくり行うこと、あとはペットボトルは満タンじゃなくて少し抜いてやるとバランスのトレーニングになるのでいいと思います。ではやってみます。じゃあこれから始めます。皆さんも真似してやってみてください。いるな。